はい、ということで場所を移動しまして、多摩川の河川敷で取ってきた野草、これをねこれからのんさんに料理を、していただけるということでありがたい話なんですが、改めてね、今日ちょっと取ってきた、野草を紹介したいと思いますが、はい、これですよ、はい、こちら、うん、今日の春の野草の感じですね。そうですね、はい、じゃあまずご紹介しますね、こちらからからしなですね、うん、なんかみずみずしくていいですね、うん、はい、でギシギシ、はい、浜大根、うん、伸びるになります。このサイズはなかなかないですよね。3センチぐらいありますね。ね、はい、本当ですよ、まあ、これが、はい、まあ、ちょっと僕あのこの伸びるは食べたことあるんですよ、お味噌つけて。もうほぼそのまんま、そのままですよね、食べるのって。そのまま食べることもあるんですけど、うん、ちょっとこのアリシンっていう成分が入ってて、うん、胃が痛くなる人も意外といるんでそのまま食べると、なので私は茹でたり揚げたりしています。揚げたり、あ、揚げるんですか、はい、揚げて食べたら美味しいですよ。いや絶対そうですよね、はい、はい、ということで、まあ、どんな料理になるのか僕も楽しみにしております。はい、じゃあ今からこれを料理していきます。これも一応もう一回洗いましょう、うん、私洗いましたけど、念のために洗っていただいて、必ずあの加熱して食べるので、私野草は基本的には、うん、やっぱ野生のものなので、ね、こういろんなも、ね、落とし物、ワンちゃん、いや本当ですよね、ワンちゃんとか ね、落とし物がありますから、うん、これですよ、これそれでかいですよね、これ本当でかい、はい、もう3センチ近かったので、うん、もうちょっとこのサイズは見たことないな。そのサイズはでもまだ大きくなりますね、うん、伸びるの最大サイズって夏前なんですよ、5月ぐらい、なので大きいのこれからどんどん見れると思います。これからですね、はい、これからなんですよ。でもそもそもが、はい、結局なんで野草に入ったのかっていうところ全く全然聞いてなかったんですよね。だからまあ自分の生まれ育ったところが、はい、そういう環境で大人になって思い出してやったのか、はい、まあ、それとは別のなんかこうきっかけがあったのかって、その辺はどうなんですか。そうですね、うん、始めたきっかけは、うん、うさぎを飼い始めたことがきっかけ。うさぎ、はい、うさぎって草食動物で、はい、まあ、植物を食べるんですけど、うん、その飼育書を読んだら野草が好きって書いてあって、うさぎは人参じゃないですか人参じゃない、うさぎは野草が好きって書いてあったんですじゃ あのタンポポが好きって書いてあって、タンポポ探そうみたいな感じで行ったのが最初です。なんかもう人参が好きだから人参あげとけばいいと思ってたけど、そうじゃないんだ。まあ、人参も葉っぱの方が好きだと思うんですけど、まあね、あのタンポポが好きで、タンポポってどんなのかなっていうところから始まった。そっから本当にそれがきっかけなんですか。本当にタンポポって なんだろうってから始まるっていうかどこに入ってんのかなみたいなところから、もうそれぐらいそんなに接点なかったっていうこと、どこに生えてるみたいな、どこに生えてるかな、河原に生えてるかな、河原に行ってみようっていうところからのスタートです。俺だから子供の頃だいたいこの時期ここ行けば何が咲いてるっていうのはなんとなく俺分かってましたよ。いや分かんなかったですね。生き物は好きなんだけど、うん、なんかあんまりこう植物の方に行かなかったんですよね。ごめんなさい。生き物が食べるものを獲得するのがきっかけ。そうですね、獲得っていうか、まあ、要は体にいいものを食べさせたいっていうこと、あ、というよりはリスク管理のためというか、あの災害時の、ああそっか、餌がいつもね、餌が届かないんですよね、災害が起こった時って。 人命が優先されるじゃないですか。あ、まあそうかも。で物流止まるじゃないですか、うんうん、うさぎの餌なんか届かないので、そのリスク管理のために始めたのが、うん、うさぎちゃんのそう食べ物がなくなった時に飼い主がうさぎを守るために始めたっていうすごい、そうなんですか。それはちょっとなんかすごいな。なんだろう、植物が好きとか生き物が大好きっていう幼少時代を過ごしたのではなく、うさぎ、うん、すごい。そのきっかけはね、ちょっとね思っても見なかった。うさちゃんっていう、うさちゃん大好きから始まってる、そこから始まってるんですか。はい、ですです。すげえ、はい、では一品もできますね、はいはい、今からやりたいのは伸びるぐるぐるです、うん、
やったことありますかね。ない。伸びるぐるぐる、伸びるぐるぐるっていうんですかね。わかんない、農作が売ってたから聞いてるだけなんですけどこういう風に、あ、なるほど、はい、ちょっとね、おしゃれな感じにこうね、はいはい、こう綺麗に埋めてください。なるほど、これはちょっとおしゃれだね。白いのにしましょうかね。ちょっとひと手間で、うん、ちょっとひと手間ですね。やっぱりこう野草、あの、そのまま出してもいいんですけど、やっぱ見た目いい方が食べたいくなるじゃないですか、うん、そう、そうなんです、まあ、やっとっぽいのができました。これは、うん、タレですね。ドレッシング作りました。はい、一品完成です。はい、ポイントだな。まあでもうさぎきっかけを聞いたんですけど、でもその前普通にお仕事されてたんですよね、はい、あ、普通にお仕事してて、うん、で河川敷が近かったので、はい、まあ、ランチの時間、まあ、普通の総合職普通に働いてたから、うん、ランチ行ってきますとかって言いながら、うん、河川敷に行くあ、そっか。でもその時は別に気づいてはないわけですもんね。なんか生えてるなぐらい。あ、そうですね。で毎日毎日見てました。あの、本当にその河川敷に生えてる植物を毎日こう見に行って、まあ、餌で行くっていうよりももう自分のために行ってるような、まあ、楽しくってその毎日やるのがハマったわけですね、はい、すごいハマっちゃって、ね、もう楽しくて楽しくて、うん、で毎日こう新しい植物が、うん、見えるようになってくるので、あ、それでまあ、なるほどね。すごい、なんかあの陰謀論とかがある番組に私も最初呼ばれてちょっとびっくりしました。あれ、野草陰謀じゃないけど大丈夫ですかみたいな話してやばい、間口広くやってるんですよ。そうなんですよね野草陰謀じゃないですけど大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですっておっしゃったので、そう僕はね、そうだから個人的に、ね、もうやっぱりその植木やってからでしょうね、はい、普通に生えてるこの花とか草とか知りたい欲求がもうアプリであるじゃないですか。あります、あります、花の名とかありますよね、うん、やっぱりね、マスターオブライフですよ。人生の達人になりたいなっていう、なんかこう誰かのためじゃなくて自分でね、もう自分の、うん、もうめちゃくちゃ野草なんて誰かのためなんて全く思ってなくて、うん、自分というよりまあウサギのため、うん、ウサギちゃんのために始めたことがこうなってて、うん、でそれがまたあのなんか、ねね、誰かのためになってるんだなっていうのが、あ、そうそう、嬉しい。そこなんですよね。どう？いいな。どうですか？バッチリですよ。完成です。ちょっと乾杯しましょうかね、はい、なんかね、いや最高ですよ。なんかこんなに罪悪感がない昼飲みはないね。じゃあ、はい、さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、はい、じゃあ乾杯。いや、そういかねえのって思ってるでしょごめんね飲むんかい。あ、うまい。散歩してきて暑かったので、そうですね、今日本当暖かかったんで、暖かかったので、うん、もう汗だくだったので、そう、美味しいハイボールが、もう、もうなんかスポーツドリンク飲むかのようにいけるんだけど、うんうんうん、今俺食べてもうちょっと行きたいのでセーブしてますが、はい、早速じゃあ何回行こうかな。こちらはサラダになります、はい、浜大根のお花サラダですね、はい、すごい綺麗じゃないこれ。浜大根のお花サラダ、エディブルフラワーです。じゃあちょっとね、いただいてみたいと思います。これね、トマトとお花の部分とキャリアの前菜とかに出そうですね。ね、本当だね、出そうですね。この花の部分ね、つぼみと。いただきます。うん、うん、これなん、うまい大根の味しません？うん、するびっくりするよ。大根の味がするんですよ、うん、ねえなんていうの、あの、食べてる感がちゃんとあるっていうの。いや、まんま、うん、まんま。しかも伸びるをくるくるしてくださったので、うん、くるくるして失敗したのは俺もうそのまま自分でちょっと食べることしようかなと思ってるんで、はい、これまず何もつけないでいった方がいいかな、うんうん、そうですね、その味が分かりますもんね、はい、うんうん、これもね
美味しい。まんまでも美味しい。でもちょっと味噌もつけて僕も行ってみようかな。味噌は私が作ってきた吹きのとう味噌です。最高じゃないですか。吹きのとう味噌ですね。昨日作ったばっかりなんで、うん、まあ、味が馴染んでないかもしれないですけど、すごい美味しそう。だいたいこのやってのびるにつけてね食べますよね、うん、そう味噌つけてね。いただきます。うん、うまい。うまい。合う。はい、このふき味噌めちゃめちゃ合いますね、これね。そう、えぐみっていうんですかね、ちょっと春の苦みがまた合いますよね。合う。で、うん、これめちゃめちゃ美味しい。うん、これ嘘じゃないよ。うん、本当に本当に美味しい。本当に美味しい。でもノンさんだからご結婚されてるでしょ。あ、そうですね、はい。これだから旦那さん幸せでしょ、これ。いや、それがですね、これ毎日これが続くとちょっと嫌みたいですね、うん、あ、そう、毎日これが続くとね、ちょっと嫌みたいですね、うん、本当に、でも、はい、だから最初の、そのいわゆるその野草を取って出してた時よりどんどんレベルアップしてるでしょ、はい、レベルアップしてて、あの料理は上手になってはきてるんですけど、野草料理も、うんうん、まあ、最初の頃は分からないままずっとその野草を毎日毎日食べてもらってたので、うん、ちょっと飽きちゃったりとか普通の食わせろとか普通の食べたいなとかは結構言われましたね。ギシギシ、あ、ギシギシ、ちょっと気になるからギシギシ行こうかな。じゃあギシギシをどうぞ、はい、こちらは、あ、もうこれギシギシのポン酢、うん、ポン酢だって、ポン酢かけただけです、うん、茹でてポン酢かけただけ。そう、見た目としては別に普通だけど、これネマネマしてるんですもんね。食べてみると分かると思います、はい、でもこれでもちょっとほらすごい粘りがうう、ね、感じで粘りが出てるんですけど、じゃあちょっとこれもいただいてみたいと思います。ポン酢っていうのがいいね。いいこうやってこう混ぜたりはしない、まんま混ぜたりしないってどういうこと？ネバネバをなんかもう納豆みたいに。あ、いや、もう混ぜたりしないでそのままです。そのまんま、うん、そのまんま茹でたそのままです。すごい粘りますよね。ちょっとこれ好きだな、これ。うん、うん、これいいよ。なんだこれちょっと酸っぱいでしょ。うん、うん、なんかそれが全然いいんですよね、うんうん、これさ、混ぜるとどうなんだろう別にならなかったねそう、でもなんかこう、うん、いいような気がする。これでもすごい。うまい。これも。続いてこれが。じゃあこちらは、つぼみですね。つぼみですよね。浜大根のさっきお花食べましたけど、うん、つぼみのおひたしですね。これ絶対おいしいでしょ。もうただ茹でただけ、それも。うん、ね。茹でてだしつけただけ。うまい。うまい。これ好きかも、この大根浜大根好きですか。浜大根、うん、辛さの浅漬け、浅漬けだ、うん、白だしと塩だけですね。目分量で俺適当にやったけど、うん、目分量の、はい、うん、うん、これは確かにちょっと癖がある、うん、うん、うん、辛い、うん、辛い、うん、うん、確かにそう、最高ですよ。からしのスーパーでも売ってるぐらいのものなので。ですよね、うん、だからこれは例えばごま、にんにくと炒めても美味しいと思うし、めっちゃ美味しいと思います。そう、中華にするんだったらごま油で炒め、ちょっと炒めてごまとかね、あのこうすりごまかけたりしても絶対美味しいと思う。美味しいと思いますね。これ野草はちょっとハマるかもしれないね。ハマりそうですか。嬉しい、嬉しい、うん、はい、そうか。じゃあいよいよちょっとアヒージョの方にね、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、あれ、これと、あれ、大きいの取ってください、大きいの。そうだ、大きいの取ってください。はい、この、この特大、特大ね、特大の、はい、それとキノコと、あと浜大根のつぼみも一応入れました。あ、そっか、この辺がそうかな、うん、うん、そうですね、ニンニクと、あ、そう、ニンニクとね、ニンニクとね、うん、いいですよ。でも味付け塩コショウしかしてないのであんまり味はないかもしれないですけど。はい、じゃあちょっといただきます。うん、うん、全く別物。うん、油で揚げ
げるとまた全然違いますね。ねなんか美味しい玉ねぎ、美味しい玉ねぎ、美味しい玉ねぎ。美味しい玉ねぎ。美味しい。揚げたのが好きですね。茹でたのも美味しいんですけど、うん、揚げるとホクホクするので、うん、あ、そうそうそう。それじゃあ美味しいじゃん。ホクホクが出てこないからね。ホクホクするので。じゃあこれで私これが好きですね。美味しい。で今トマトも食べたんだけど。うんちょうどいい酸味と、うんね、めちゃめちゃいい合いますね、うん、ちょっとあの皆さん本当外出た方がいいんじゃないっていう気にはなりましたねなんか、うん、目だけじゃなくてねやっぱこう聞いたりとか、うん、そう匂い嗅いだりとか、ねうんね、あの手で触ったりとか、うん、なんか全ての五感を使うっていうのは、うん、あのすごい大事なことだと思って久しぶりにこのなんつうのちょっと草むらに入って虫がバーって出るとかっていう感じも、うんうん、大人になると虫触れないとかあるでしょ、うん、ああそういう人もいますよねって日本中で言うと、うん、俺もしばらくやってなかったけど、うん、やってみたら、うん、なんてことなかったなっていうか久しぶりにねナメクジとかもさそうだけどなんかそれはちょっと思ったかななんかきっとそれはでも子どもの頃の体験があったから原体験があったからですね、うん、今の子たちがあればまあいいかなって思いますけど、うん、今からでも遅くない、ね、そう、はい、それは本当に思いましたね、はいはい、ということで今日はもう本当に野草愛好家ののんさんに聞いていただきましたけども、はい、またちょっとなんかね角度変えてこんなのもあるよっていうのを教えていただけたらまたと思うので、はい、季節によって全然違うんです、うん、ここの食卓がまたガラッと変わりますからあですよねですその折にはまた一つよろしくお願いしますぜひぜひなんかご興味あれば、はい、ぜひ365日野草生活です、うん、はいのんさんツイッターとかそういったところでも、はいそうですね、うん、ツイッターとか、まあうん、SNS とかでも発信しています。あの野草ご興味ある方は、うん、ぜひ見てみてください。はい、ということでちょっとこの後ねもうおしゃべりもなしにちょっと食べたり飲んだりしたいんでもういいですかはい、はい、ということで本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。野草でお腹いっぱいになるってすごくない？いや、きっとでもこれたくさん召し上がったので明日あのすっごいめちゃくちゃすっきり出ます、うん、はい、予言しときます予言しますが私、都市伝説好きだ